イブラザー、オッティです。どうも、ルントです。ムイジュムイズです。ムイジュコバです。はい、というわけでこの前、出しましたね、柳田理香さんの検証企画。あ、出しましたね。あれ大好評で、30万再生とかへ、言ってる、うん、言ってない言ってないんですけど、強気に行きましょう言ってないですけど、あれ結構あの人気いや、でもコメント欄の感じは一番、うん、そう、めちゃくちゃ盛り上がってて、これからもやってほしいみたいな、うんうん、今回も柳田理香さんの空想柳田っていうコメントもたくさんありましたねこの前はあの3人でね、協力して答えに近づけようということをやってましたが、今回は4人全体で。じゃあもうパワーアップですか。パワーアップ、3分の4倍。いや、違う、私が来た今回は2対2で勝負をしてもらおうと思います。私が来たって何だよ。オールマイトやないか待った待ったら、あいつが進めた。だって誰も言わんいや、それオールマイトやないかーいって言えばよかったよ。はーいって言ってます。何だっけ、ルール制限時間は1時間半で、より柳田理香さんの答えに近い方が、まあ、勝利。近い方が勝ちね。はい、本がちょっとね、ちょっと売り切れが続出してて手に入らなかったので、今回はもう、やっぱ俺らのおかげやんな、それ多分絶対違うな、絶対違う、貢献しますね、貢献してる場合。とりあえずチーム分け決めますか。というわけで今回はサレールキムチームとモッティルントチーム。はい、今回の題材はですね、今大人気のワンピース。ちょっと時代は遡りますおーおー、まあ、CP9 のところですね。あー、6式ね。あー、知らんか。今でっかい。で、サンジの技にディアブルジャンプ、はい、はい、燃えるやつね、そのやつね。足、あの悪魔風脚と書いてね、まあ、この蹴りを繰り出す前に回転をして足を温めるという行為をしてるんですけど、うん、その回転してる時の足の速度を求めてほしいんです。爆速度、まあ、いいじゃん、普通速度、うんうん、で、まあ、2チーム分かれて1時間半後に、はい、まあ、答え発表ということで、はい、というわけでやっていきましょう。せーの、ジャッシャロ。それではいきまーす。スタートというわけで理学部チームということで、はい、まあ、まずこういうことをやるときは観察です。観察なよ、もう結局まずここが一番大事ですよ、ほんまに。ここ甘くやるやつはもう何もうまくできません。はい、ということでですね、見つけましたので見ていきます。体全体がぐるぐる回ってるんですね。はいはいはい、回ってますね。ドリルみたいに僕はもうこれ回ってくれてるんですよねこれどう仮定しますかね。まあ、あの床で軸にしたことによる加熱じゃないですか、うん、軸は加熱されんから、天やからさ。どっちかっていうとさ、いや、むしろあの火起こしの状態、火起こしもあれだってさ、この辺が加熱するやん。ああ、そっか。だから多分こういう感じに立ってて、ここが地面と接してて、こう軸に回転してるので、足と地面の摩擦で加熱してる、まあ、状況としてはこれでいいんじゃないかな。なんか意外とシンプルであれだ、モデルは。で、それさえ分かればエネルギーですよね。それぐらい温度はいるよな。まあ、でも温度を見る描写といったら、もうこのこれあれじゃないですか、国内複数じゃないですか。そうですね、国内大体大体670ナノメートルぐらいですか。え、持ってこようか、文光系理学部棟から文光系持ってきて。まずは、ネットフリックスにログインしますね。これ楽しんだらダメっすよね、これっすよ。どうっすか。なるほど。神は調味料を作り、神は食物を作りっていうことなんですけど、うん、素材は何かわからんっていうのかな。そもそも何の素材をの靴を履いてるかじゃない。ブーツ、革靴っぽくないですか。でもそうなんだよね、サンジって結構切れ目のファッションなんで、うん、革靴であるとやっぱ仮定すると思うんですよね。確かに革靴にしようか。はい、今ちょっとね、ネットで星の色と温度の相関を見てたんですけど、黄色から白にかけての温度がまあ大体8000度。一旦僕たちの仮定としては、こいつの足の最終到達温度は8000度っていうことにします。本当に星ぐらいあってアプローチとしては、サンジの体は普通の人間の体だとして、8000度に行くまでにどれぐらいエネルギー受け取らないといけないのかってことを考えないといけない。じゃあまずエネルギーの上昇量をじゃあ計算しよう。この資料によれば、はい、人間の比熱っていうのは 0.83 キロカロリーパーケルビンパーキログラムですか。あ、1キログラムのものを1ケルビン加熱しようと思うと 0.83 キロカロリーかかりますよね、はい、次足の重さがいるわけ。重さがいるわけ。サンジの体重調べよう。残念ながらあ、ないんや。ちなみに知ってました？サンジ血液型 S 型らしいです。 S 型S 型の RH マイナスやん。まあでも180センチの人間のモデル体型、モコミチとかでいいですか。ああ、オッケー早見モコミチ、確かに。え、待って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 、モコミチ身長186あります
すごい186あります。すごい。サンジよりでかいです。サンジが回ってる時間と、うん、木がつき始めてから先にシゲタでよ。摩擦による熱はどうやって切り出すんだ。物体に働く動摩擦力の大きさかける移動した距離。いや、どの発計数か分かるけど、どんぐらいの力で押し付けてるんかが分からん。質量かける比熱かける温度上昇。もうこっちでいきます。いや、速度求めたいんやからさ、速度分からんくない？それじゃそれで求めて、動摩擦力を最後に仮定して割るんじゃないですか。それか、まあアニメの描写から速さは、でも速さ求めるあれっすよね。アニメの描写から計算なく何回転かちょっと見てみます。なんか見てみる。人間足重さ。怖い怖い怖い。うんと、お前これあれやで、人殺したらお前この後この検索履歴のせいで罪重くなるからな。豚箱行き。MC デルタ T やから人の体温から引かなあかん。8000-27ですね。だって27度。ああ、ちゃうよな。ごめんなさい、あの常温常圧。怖い怖い。常温常圧人間怖い。はい、ということで、どんだけのエネルギーを摩擦で受け取ったかを計算しました。はい、その時に使った式が、まあ、これですね。そうすると、受け取った熱量が 34,368.308kcal。 ラーメン34杯分とかですか？はい。動摩擦係数でしたっけ、ここ。で、係数は革靴とコンクリートですか。お、コンクリートとコンクリート 0.297 ってなりますよ。で、ゴムどうですか。下ゴム、ゴム説あるか。ゴム説あるか。下ゴム説ないですか。あるな。え、でも革靴の相場で見たらいいんじゃないですか。あ、でも革靴の底はレザーとラバーの2種類がある。そうなってくると厄介じゃないですか。柳田理香がどっちで仮定したかっていうのは結構大事じゃないですか。柳田理香が仮定しそうなゴムな気するんですよね。俺もゴムな気がする。するっすよね。うん。摩擦で熱が生じるメカニズムって、摩擦力が全部熱に変換してるって考えていい？それは違いますね。摩擦力によるエネルギーの何パーセントが熱エネルギーに変換されるか。はい。このパラメーター次第みたいなのがある。はい、ということで、熱のうち何パーセント足が受け取るかという部分に関しては、一体 50% と。仮定ですね。それはもう何が起こるかわからない世界なので。じゃあ、あといるのは摩擦力の分の何パーセントが熱エネルギーになるかや。まあ、75% です。 75%。 はい、オッケー。まあ、これはもう仮定やから。はい。だから摩擦力を出せばいいか。地面と足裏の動摩擦係数がいい。で、あとあのあれがいるやん、垂直抗力。どれぐらい体重乗っけてるかですね。で、垂直抗力は2本足で支えてるんで、分散してるって説ありません？片足の両足同じだけかかってます。軸足にめっちゃ体重乗ってません？どっちにしろ微妙な考察にしかなりません。これしかない。そうやな、こんぐらいやな。15キロにしよう。15キロにしましょう。オッケー、よし。まあ、半分でいいんちゃう。で、G か。ただまあ、ワンピースの星がどんだけ重力加速度あるかわかんないです。まあ、それはもう無理やから、それは地球でやるしかない。現在 9.8 したら、これでまあ求めれますけど、摩擦熱これを別の方法でも求めなきゃいけん。そしたら回転数が出るから、そこから時間で割れば速さが出るはず。で、これあれやな、摩擦熱は周囲に逃げる熱が含まれてるくない？あ、そうか、周囲に逃げる熱は含まれてますね。そんがどれぐらい逃げてるか。何度とします、こいつらの。27度にします。そうしよう、そうしよう。27度ね。うん。はい、ということで、一回転における摩擦による温度上昇について次考えます。で、仮定としてはこちら。いうことになったので、それを計算すると、一回転あたりのエネルギー量は 34.27J ということがわかります。はい。で、これで、もう終わりやな。はい、ということで、まあ、3時は8000度に達するまでにこんだけの回転をしたことになります。はい、ということは、あとは何秒回転したかが分かれば OK。 そうね、まあ5回ぐらいやって平均取りましょうか。 17.37 ね。割と現実的な数字が出るのでは。いや、出んだろお前。やばいって、17秒で400万回転してるやん。まあ、そうですね。戦った時間があるから、それで1秒間にどんぐらい逃げるか分かるくない？じゃあ、火ついてから戦い終わるまで何秒か、ちょっと計測しましょう。
こいつに熱取られてますよ確かに一発一発、まず一発、まあ、気づいたところなんですけど、2回ジャブラ蹴ってまず失われてるっていうのと、最後のシーンだけ足ついてるんですよ。いや、そうない。だから意外とこう火消すためにつけたっていう説あるんですよ。あるな。でも直前まで変化なくないですか？ってことは周囲に逃げてないって説ないですか？ないわ周囲に逃げてないっすよね、これ。え、ないな。だから多分そういう特殊な素材なんですよ。そうそうそう。え、でも逆に言うとコンクリートついてから消えるまでの秒数じゃないですか。そうだな、それだ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 、それだ、そうしよう。そうっすよね。危ない危ない危ない。はい、ということで回転時間を測った結果 17.37 秒だったので、さっきのこのトータルの回転数をこれで割ることによって 242,774 回転1秒間に24万回転、やばいやろ。まあ確かにおかしいですね。 F1 のエンジンとかでも1万とかあ、そうなんやこれを最終的に速度に変えていくので、答えは、まあ、これとこれを掛け算したものになります、はい。まあ、結構意外だんじゃん。はい、割とまともに戦いました。あんま矛盾点はないと思うよ、うん。はい、そんな感じで結果発表にいきたいと思います。僕らの立てた式なんですけども、はい、摩擦熱を2種類の求め方で求めることにしました、うん。もう等式成り立ってますんで、この一次方程式を解くだけで求めることができるんですね。で、最後移動距離を17秒間で割ったら答えが出るんじゃないですか。そうですね。では求めていきましょう。全員いきましょう。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、自信の方は。でも正直、うん、もう俺たち正解すぎて、うん、合っても同じですよね、うん。まあ、俺らも、まあ、合ってるよな、うん、間違ってるところじゃない。これしかないんじゃないかなと思いましたけど、不自然な過程は置かなかったので。はい、まず僕たちの答えは、はい、こちらです。ドン、1.46×10^2 をメートル毎秒。ということは音速の3分以下ぐらい、うん。まずどういう求め方したかって話なんですけども、なるほど。僕らの結果こちらです。 4.6×10^5 メートル毎秒。全然違うよ。早すぎやろ。1000倍ぐらい。ボーダーが3つ違うから1000倍、まあ2000倍ぐらい。ああ、そうですね。まあでも、やったことは一緒です。ほぼ。なんかあります、反応。音よりめちゃくちゃ速いってことだよね。まあそうね。やったら、終わってから音が遅れるなんてことはないんですか？終わってから音が遅れる。音を置き去りにするってこと？うん。どこのですか？3時にとってってことですか？行きましょう確かにというわけで、今回の3時のディアブルジャンプ、柳田理香さんが求めた足の速さは、はい、マッハ61ということで、秒速 20.9km です。秒速2万メートル。2万メートル。オーダーで言うとこっちの方が近いかな。で、柳田理香さんの求め方なんですけど、はい、温度に関しては色で見てます。ほら、うわ、色か。色か。色で大体これ1200度。え、そんな低いの？理化伝票によると、まあ、この色は、まあ、1200度。この時点で6分の1か。で、人体の比熱、うん、思考回路が被ってるの。思考回路としてはいいんじゃない。だから、で、その後に靴と床の間の摩擦熱 0.0234kcal。 どうやって求めた？これは靴と床でこう1メートル滑らせた時に。何の靴と何の床やこれ俺ら一応ゴムとコンクリートの摩擦係数で答えが秒速 20.9km。 まあでもあれじゃない、やっぱ引き算ちゃう。引き算引き算ぐらい遠いかは。いやいやいや、引き算あんまないよ、差のこと。はい、というわけで今回の勝負はオティルトチームの勝利ということで。いや、解き方がだいぶ似てましたね。これはあれですか、1週間発覚物生活。発覚しなくなるね。発覚物生活って何や。結構自信あったんですけどね。リベンジしよう。じゃあもうチームこれやん。どう、今の気分は。やっぱり物理はもう全てを支配するな。ま、頑張ってくれ。
はい、というわけで高評価、チャンネル登録、コメントをどしどしお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。